はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、日産 NV200 タクシーの日産車体来場記念バージョンを紹介します。はい、しっかり見ていきます。このトミカは日産 NV200 タクシーの日産車体来場記念バージョンです。ボディカラーの方はイエローに近いオレンジだね。フロントの方から見ていくとこんな感じだね。中央の部分には日産のエンブレムがプリントされてます。ヘッドライトの部分はシルバーの塗装になってるね。で、上の方を見ていくとこんな感じだね。ルーフの部分には NV200 タクシーっていう案内表示があります。で、このまま見ていくとサンルーフのところがブラックで塗装されてあるね。で、助手席側を見ていくとこんな感じだね。オレンジのボディカラーにブラックのカラーがかっこいいね。この部分には日産交通ってプリントされてます。で、後ろの方を見ていくとこんな感じだね。中央の部分には日産のエンブレムがプリントされてあって、この部分には NV200 っていうのがプリントされてます。テールランプのところはレッドの塗装だね。で、運転席側を見ていくとこんな感じだね。この部分にも日産交通ってプリントされてます。で、上の方を見ていくとこんな感じになってます。内装の方はこんな感じだね。ちょっとブラックで見づらいけど、横から見ると運転席の後ろにはフィギュアが乗ってます。反対側から見るとこんな感じだね。運転席周りとかもしっかり作られてて面白いね。で、タイヤの方はノーマルのタイヤで、サスペンションはこれはついてないね。で、このモデルは左右のスライドドアの開閉がついてます。いい感じだね。で、裏の方を見ていくと日産 NV200 ナンバー27番の2017年のシャーシーになってます。こうやって見てみるとワンボックスのタクシーとしてはいい感じだね。この部分に日産交通ってプリントされてあるのも面白いね。で、 NV200 タクシーのモデルは通常版と初回特別仕様もあったね。そちらの方を見てみようと思います。はい、こんな感じで NV200 タクシーを3台並べてみました。一番左のモデルは通常版だね。で、真ん中のモデルが初回特別仕様で、一番右のモデルが今回紹介した日産車体バージョンになります。で、この NV200 タクシーのモデルは通常版と初回特別仕様でもデザインが違うよね。で、金型も確か違ったんじゃないかな。日産車体バージョンとちょっと比べてみようと思います。正面から見るとこんな感じだね。日産車体バージョンは初回特別仕様のフロントグリルに似てるね。で、ルーフについてる表示板は3台とも全部デザイン違うね。形の方は初回特別仕様と日産来場記念がよく似てるかな。案内表示に NV200 タクシーって書いてあるのが日産来場記念バージョンだね。で、横から見てみるとこれもやっぱり来場記念バージョンと初回特別仕様のデザインが基本よく似てるね。だけどちょっと違いは、日産交通って書いてあるのと初回特別仕様バージョンにはこんな感じで書いてないね。通常版のデザインと比べてみるとやっぱり全然違うね。で、リアの部分を比べてみるとやっぱり来場記念バージョンは初回特別仕様の金型だね。だけどよーく見てみると、来場記念バージョンはここに NV200 ってプリントがされてあって、初回特別仕様バージョンにはプリントされてないね。で、シャーシの方を見てみると、来場記念バージョンと初回版の方はイエローで塗装がされてあるね。で、書いてある文字をちょっと見てみようかな。初回特別仕様で来場記念バージョンだけど、
書いてある文字はどうやら同じようです。箱の方は正面のパッケージに NV200 タクシーの写真だね。この部分に日産車体来場記念ってプリントされてます。表のパッケージ自体これ工場になるのかな。で側面の方はこんな感じだね。でここに日産のエンブレムがあって、裏の方はこんな感じになってます。この部分に非売品って書いてあるね。はい、今日は日産 NV200 タクシーの日産車体来場記念バージョンを紹介してみました。で今回比較して分かったことは、ベースになってるのは初回特別仕様バージョンがベースになってたね。でちゃんと来場記念バージョンということで、ここに日産交通ってしっかりプリントされてあってよかったね。でスライドドアのところとかリアシートのフィギュアも載ってて、さらに案内表示のところもしっかりプリントされてるので、完全にフル装備っていう感じだね。パッケージも含めていい感じになってる1台だと思います。でこの日産車体来場記念バージョンは工場見学をするともらえるんだね。で以前東京モーターショーでもおそらくこれと同じモデルが配布されてたと思います。で今回自分の場合は非売品になってるので、メルカリの方で購入してます。価格の方はだいたい送料込みで1000円ちょっとぐらいかな。はい、こんな感じで日産 NV200 タクシーの日産車体来場記念バージョンは非常に満足度の高い1台だったと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。